こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、出産を終えて赤ちゃんがお家に帰ってきました。さあ1ヶ月検診まで頑張ってママがミルクやおっぱいをあげないといけないけど、どんだけ母乳が出てるかもわかんないし、どんだけミルク出したらいいかもわかんないし、どうやってやったらいいの。病院から出た途端に一人で全部判断してやらないといけないってすっごい不安ですよね。はい、新生児期1ヶ月検診までの赤ちゃんたちのおっぱいあげてミルクをどれだけ足すっていうミルクの足し方についてのお話をしたいと思います。頑張れんでええで、適当でええで、さあお家に帰ってきました。生後1週間ぐらいで家帰ってきて、さあ今日からやらなあかんってなった時に、とりあえず産院で習ったようにまず最初におっぱいを吸わせて、できっと産院で習ったのがね、5分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 の2クールだから、5分5分、これで1クールで10分で、2クール目5分5分で2クールで全部合わせて20分で授乳を終えましょうというような指導が入ってたかなと思います。これ理由があるんですよ。めんどくさいですよね、あれ。5分してこっち5分変えて、やっと加えた、やっと飲み出したと思ったらもうすぐ5分やから、やっと加えたのにこれ外してまた反対加えさせようと思ったら、加えるまでがもうせーのパク、あかんあかんあかん、はいもう一回せーのパク、いていていて、あ、いけたかいけたか、あ、いけたいけた、飲めた、はあ、汗だく、もうそれだけでもうぐったりですからね。もうおっぱいを飲むというよりも、新生児ってくわえてちゃんとラッチオンして、舌でこうおっぱいを絡め取っていいポジションで飲み始めるというスタートラインに立つことさえもめっちゃ大変なんですよ。もうママ汗だくですよ本当に。そんな状態で5分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 って簡単に言うけど、帰るの嫌なんだけど、やっと吸ったんだけどって、もうちょっとこのまま吸わせたいみたいになるんですよね。でもね、赤ちゃんのその生理学解剖学っていうところから言うとね、まだまだ体力もない赤ちゃんなので、10分ずっとこう飲ませてしまうと、どうしてもおっぱいの方もまだようやくスタートしたばっかりだから軌道に乗ってないからね、どんだけ作っていいか分かんないから、とりあえず作ったやつをこのタンクに溜めてるんですよね。ある程度最初張ってる、張った状態で赤ちゃんに吸わすと少し柔らかくなるんですけど、これって赤ちゃん飲んでるのはこうタンクに溜まってる母乳あるから、それを吸えば流れ込んでくるわけですよ。それを飲み込んでるっていうことに過ぎないのね。でこれがもう少し軌道に乗ってきて3ヶ月4ヶ月ぐらいになってくると空なんですよ。もうタンクには溜めてないんですよ。でも赤ちゃんがパクって加えて、もう加えるのもうプロフェッショナルやからね、もうね、もうテクニシャンなんでね、はいおっぱいするよったらもうパクって一発で加えてくれるから、加えて飲み始めるまでに汗だくなんで、この話は全然なくなります。はい一瞬でパクみたいななるんですけども、加えて吸い始めて、そこで初めて母体が反応して作っていくおっぱいに変わっていきます。これ 3,4 ヶ月かかるんですよね。だからそこまでの間の赤ちゃんっていうのは、殻のおっぱいは吸った吸うパワーもないから、それに対して母体も反応できないしっていうような状態なので、ある程度このタンクに溜まったやつを楽に飲めるっていうのが新生児の飲み方なんですよ。って考えるとね、こう5分飲んでる間にこっちのおっぱいがね、5分間でねチャージされるんです。溜まってくるんです。だから5分経ったらこっちに切り替えます。そうするとある程度少し溜まったやつが赤ちゃんこっち飲めるわけですよ。でこっちを刺激されてる間に反対のおっぱいがまた5分間でスッとチャージされるんですよね。でこっちが出が悪くなってくる。だからそこでまた5分経ったからこっちに切り替えることで、またちょっとだけ溜まったやつがまだ赤ちゃんちょっと飲めて、でもこっちも空っぽやけど、こっち吸わすぎることによってその刺激でこっちがまたチャージされる。だから5分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 の細かく2クールに分けてねっていう理由ってそこなんですよ。でこれ3ヶ月4ヶ月になったらそんなことしなくていいのよ。新生児期の間だけね、加えるの大変なんだけど、もしできそうやったらね、5分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 の2クールを吸わせてほしいなというふうに思います。ただこれは理想論なんでね、そう加えるだけでももうほんまに大変で、もうこんな毎回毎回3時間ごとにもうやってられへん
変わ、もう私メンタルやられておかしくなりそう、えーってママがなるような感じにもかかわらず、それが理想だからやってくださいっていうのは違うと思うんですね。だから自分のね、産後間もないママのメンタル、自分の心と向き合ってみてください。こうすれば5分にクールって言われたけど、わかるけど、でも私それ今できるキャパがあるかなっていうことをママ考えて、ちょっと厳しいな、難しいなって思った時は、でも私母親やからこれやらなあかんねん、違う、それは違うんですよ、無理やな、もうしんどいって思った時は、その自分の無理やと思う気持ちに寄り添ってみてください。これはね、あのね、自分に負けたとかね、母親やのにできひんかったとか、あの自分が弱いとかっていうね、勝ち負けの問題じゃありません。子育てで一番大事なのってママのメンタルなのよ。自分のことを大事にできないママは子供のことも大事にできません。自分を大切にできてこそ子供のことも大切にできるの。心にゆとりがなかったら、他人のこと、他人って我が子やけどもね、でも自分以外の人に優しくなんかできないんですよ。だからまず自分をいい意味で甘やかせてあげるっていうことが重要になってくるので、しんどかってもう無理やったら、赤ちゃんだから飲める量減るかもしれんけど、10分の1クール20分で終了っていうのでもいいですよ。できそうやったらこまめに変えてあげた方が赤ちゃんは量が飲めるよというね、そういうメカニズムを伝えているだけなので、しんどい時はもうそこから外れた方法をできる賢いままであってほしいなというふうに思います。でさ、おっぱい飲ませました、その後どんだけ飲めてるかわからへんし、まあ中にはね、母乳だけでもすごいよく出てて、おっぱいだけで満足して赤ちゃんパーって寝る、そういうラッキーやなっていうパターンの人たちもいるんですけどね。でもね、そういう人たちってやっぱ少数で、初産で初めての出産でってなった時に、新生児期で完全母乳でいけてる人の方が少ないんちゃうかなと思いますね。大抵の人がやっぱ混合栄養でやってるかなって、ミルク足してると思うんですよ。それも全然負け組とかじゃないからね、全然いいんですよ、足してもらったらいいんだけどね。でもおっぱいってじゃあどんだけ飲んだか分かんないじゃないですか。残り何 cc ミルクを足せばいいんだろうって分かんなくなるわけですよ。でも分からなすぎるから、みんなどうするかって言ったら、スケールを買うわけですよ、体重計で、それに授乳の前に乗っけて赤ちゃんを、でおっぱい飲ました後また赤ちゃん乗っけて、で何グラム増えたかなっていうので、その残りの飲めてへんかった部分の量のミルクを足すっていう方法を取ってるママが多くって、まあそれやったら安心できる、数字で見えるからっていうところはあるんですけどね。でもね、できればね、助産師としてはね、あのスケールっていうものに頼らないで子育てしてほしいなっていう気持ちはありますね。安心できる気持ちはよくわかるんだけどね、例えば母乳を 20g 飲めとったってなって、生後じゃあ、10日目の赤ちゃんで直母量を計測したら 20g 飲めとったと分かりました。ただ10日目の赤ちゃんなので、完全ミルクでいったならば、だいたいその生まれた週、日数10日っていう日数にプラス 10cc ぐらい足す、だから10日目やったら10プラス10足すから100、ミルクの量は110になるんですよ。で10日目の赤ちゃんは 100cc なわけで、それにプラス10を足すから 110cc のミルクが適量っていう風になるんですね。日数にプラス10を足すで、マックスが、1ヶ月検診ぐらいまでの赤ちゃん、じゃあ例えば生まれてじゃあ20日目ってなったら、必要量はじゃあ 200cc プラス10で 210cc ですかってなるんですけど、そんなに増やさないですよ。10日目ぐらいでもう止めておく感じなので、1ヶ月検診まで、だから、生まれて5日目の赤ちゃんやったら 60cc のミルクで、生まれて7日目の赤ちゃんやったら 80cc のミルクっていう感じで、生まれた日数にプラス10を足す感じでいくねんけども、だいたいそこが 120cc のミルクをあげるっていうところまで来たら、だから生まれて11日目やね、11日目の子は110プラスあと10cc 足すから 120cc になるわけですよね、ミルクの量がね。その辺で止めるんですよ。だからだいたいミルクの量をどんどん増やしていくんじゃなくって、生まれて12日目ぐらいのミルク足す量、そこでもうキープしたまま1ヶ月検診までマックスの量が1回量は 120cc でいく感じになります。これまず覚えてね。で、まあ、体重計乗せるのいいんですけども、それをやっちゃうとね、もうね、とにかくね、数字で子育てしちゃうことになるんですよ。我が子が見れなくなって何 cc
何グラムっていう数字だけを見て数字で子育てする。いや育ててんの数字じゃなくて赤ちゃんなんすけど、そ赤ちゃん全然見れなくなって数字しか見なくなるのね。これはやっぱりちょっと違うんですよ。私としてはこれから長く続いていく子育ての中で一番大事なのってママの直感やと思ってるの。例えば赤ちゃんが熱を出した、初めて熱を出した時、みんなわかるでしょうかって不安があって言うんだけどね、絶対に気づきます。なんでって、ママは毎日赤ちゃんを抱っこしてるわけでしょ、毎日おっぱいを含ませてるわけでしょ。赤ちゃんが熱が出たらね、抱っこした瞬間にわかるよ。うん、熱いって思いますよ。おっぱいパクッと加えた瞬間、うん、口の中熱い、何これって気づきますよ。で気づいて初めて体温計が出てくるみたいなね、そんな感じになってくるので、日々やってる中でのママの直感的な感覚っていうものがもう廃れてしまったら子育てできなくなるの。だからその一番最初の感覚を研ぎ澄ましていく、ママの直感を育てていくっていう一番大事なことをするために、極力体重計スケールは使わないでほしいんですね。赤ちゃんの様子を見ながら、だからこのミルクこの量でいいんかな、多いんかな少ないのか分からへんねんけど、とりあえずやってみるぐらいの感じでいいんですよ。もう分からなくても適当にミルクやってみてね、それでおしっこうんちがちゃんと出ていればそれでいいですし、そんな深くいろいろ考えなくても、ね、でね、例えばじゃあおっぱい飲ませました、はい、5分飲ませました。でもきっと足りてないよな、まだぐずってるよな、じゃあミルク足そう、これ生後1週間目の赤ちゃん、でどんだけ足そう迷う。完全ミルクであれば、生まれて生後7日目やったら、完全ミルクやったら1回量は 80cc になりますよね。でもさっきおっぱい飲ましたし、どんだけミルク足すんやろ、分からへん、まあおっぱいどんぐらい塗ってるんかも分からへんから、とりあえずマックス 80cc やから、半分ぐらい足してみようかなみたいな、そんな感じでいいんですよ。ほな 40cc ぐらい足してみようかなって一回足してみるのね、やってみるね。でやってみて赤ちゃん寝ました、あ寝たわ、足りたんかな、でそっから何時間寝るかを見るんです。でこれがね、40cc 足した時にね、1時間しか持たへんかったと、1時間でまた泣き出した、ほんならこれ3時間全然持ってないわけやから、あおっぱい飲んだ後 40cc 足してみたけど、この 40cc のミルクではやっぱちょっと足りひんのかな、1時間しか持たへんかったな、ほんなら次は 60cc を足してみようかな、さっきよりもうちょっとミルクの量増やしてみようかな、で増やしてみる、でまた赤ちゃん寝ました、さあここから何時間寝るやろか、2時間持ったわ、あこんなもんかな、3時間は持ってないけど、まあ、こんなもんかな、だとりあえず 60cc ぐらいでちょっとしばらく行ってみようかな、それでおしっこうんち出てるかな、当ててるな、ならそれでいいかなみたいな、そうやって決めていくんですよ。で例えば、ね、おっぱい飲ました後に 40cc 足して赤ちゃんが寝ました、その後何時間で起きるかなって様子見てたら5時間も寝てしまいました、これはあ 40cc 足しすぎなんやっていうことが見えてくるわけですよ。で5時間も空けてしまったら、で5時間も授乳間隔を空けてしまったら、おっぱいまだ軌道に乗ってないからね、吸わせて何回も赤ちゃんに刺激をもらうことでおっぱいは軌道にスイッチが入ってくるから、作る、あ飲まれてる吸われてる、はい作っての回路が働くわけだから、5時間も飲ませない時間があったら、これおっぱいはあれ5時間空いてますけど飲む刺激が来ないですけど、あれこれ作る母乳作らなくていいんですか、あじゃあもうちょっとゆっくりさせてもらいますってサボっちゃうんですよ体が。だから、最低でも新生児の間は3時間以内でおっぱい吸わせてほしいんです。でも3時間じゃなければならないことはないんです。5時間はダメなんです、4時間もダメなんです、3時間やったらギリ OK なんです。でもそれより短い分にはもう大歓迎なんです。1時間ごと2時間ごと全然 OK なんです。おっぱいはとにかく回数こなして吸わせてほしいから、ミルクを足した後に3時間以上授乳間隔が空いてしまった段階でミルク足しすぎなの。もうちょっと3時間以内で赤ちゃんが泣くぐらいのミルクの量を模索して決めていてほしいんですよ。そうやってミルクの量は考えていく。だから毎回もう絶対こんだけしか飲んでないはずやから、じゃあミルクの足す量は絶対 60cc とか決めてしまうのも違うのね。おっぱい機械じゃないよ、ミルクみたいにね、毎回飲める量違いますよ。ママの体調、食べたものによっても、睡眠の状態、精神状態によっても、毎回おっぱいの出る量は変わります。ママは人間だから。ってことは赤ちゃんの飲む量だって毎回違います。いつもいつも同じ量は飲みません。だからいつもあげてる 60cc のミルク、あれいつもやったらこれでだいたい2時間半ぐらい空くのに、あれ今日1時間で泣いたな、あれみたいな日もあるんですよ。泣かれたら、じゃあそこでもう一回おっぱい吸わせたらいいんですよ。だから1回
回のおっぱいでぐっとたくさんの量を飲むっていうことを目的にするんじゃなくって、少量ずつのおっぱいを頻回に吸わしていくっていうやり方もあるのね。1回にガツッと飲んで3時間空く、そんな機械みたいなことにはなりません、新生児は。だから3時間も経たずにまたぐずったらまたおっぱい吸わせましょう。それで授乳回数は1回稼げるわけですよ。刺激をもらう回数が増えるわけですよ。そしたらおのずと母体があもっと作らなくっちゃっていうスイッチがどんどん入っていくんですよ。そういうふうに考えてほしいなというふうに思います。でミルクはね、基本的には新生児は満腹中枢がまだ発達していませんので、ミルク哺乳瓶はすごく楽に飲めるから、加えさせたら吸っちゃう反射持ってるからね。で吸っちゃったら出てくるから、出てきたやつは飲んじゃう反射を持ってるからね。これ全部反射なんですよ。お腹が空いて意図的に飲んでるわけではなくて、もう反射だから飲みたくなくても飲んじゃったみたいになるので、だから飲みすぎて結局後でごぼーって吐くわけですよ、赤ちゃんって。だからすごい勢いでミルク飲んでるからって言って、やっぱり足りひん買ってんやっていうところにはつながらないからね。ね、もう一回言うよ。おしっこうんちが1日に、おしっこおむつ替えが6回以上おむつ替えをしてるかどうか、おしっこうんち出てるかどうかっていうのが一つで、3時間以上授乳間隔が開かないか、これは開きすぎてたらミルク足しすぎっていうのが分かってくる。短くて泣いたらそこでもう一回おっぱいをあげる。次の3時間あくまでおっぱいおっぱいおっぱいでつなぐ。でそれでもう無理ってなったらミルクガツッと出すみたいなね、そんな感じでやっていってもらうのでいいと思います。で、まあ、体重もね気になると思うんだけどね、だいたい1ヶ月検診の時に出生時の1キロぐらい増えてたら最高だよって小児科は言います。でも助産師たちはだいたい出生時から1ヶ月検診の時に 500g 増えてたら OK かな、半分ぐらいですね。でもね、減ったら問題なんですけど、じわじわでも増えてておしっこうんちが出てればそれでいいんですよ、うん、すぐに体重に反映できるタイプの子もいればね、できなくて生命維持を先にやっちゃって体重増加っていうのはその次の段階だよって言って増やせない子もいるんですよ。でもほんまに足りひんかったらおしっこうんちが出ないからね、そこがちゃんと出てるようであれば体重にはあんまり反映されていなくても OK だというふうにみなします。そこら辺もちょっとね、小児科の見解と助産師の見解が違うので混乱してしまったらね、申し訳ないなというふうには思うんですけど、なんせ大事にしてほしいのはママの直感ね、数字で子育てをするんじゃなくって、直感感覚でこんな感じかな、赤ちゃんでもなんかちょっとふっくらしてきたような気もするし、おしっこうんちも出てるからこれでいいんかなみたいなね、そういう感覚を大事にしながら子育てをしていてほしい。もう完璧、これで完璧です、パーフェクトですっていう子育てはないですからね。これ大きくなっていてもずっとそうだからね、この方法がベストなんですっていうものはないんですよ。子育てにはベストを求めていくんじゃなくてベターを求めていくの。こんな感じでいいかなみたいなところで OK にしてあげないといけないわけです。ですからミルク足す量としては完全にミルクだけでマックス量は、生まれた時のその日数7日目やったら 70cc、 それにプラス 10cc を足すから 80cc になる。でもマックス 120cc になった段階で1ヶ月検診までは120のままでいく。でもこれ完全ミルクの場合なので、おっぱいを吸わせてからミルクを足す場合には適当に足してみて、何時間間隔があるか空くかを見る。間隔が空かなかったら、ね、1時間であってもまたおっぱいを吸わせる。はい、できれば5分にクールでやるけども、もう無理でメンタルがやられるっていう時はもう10分でも構わへんし、乳首が痛くてもうたまらんくてもう死にそうっていう場合やったらもう5分終わりでも構わへんし、なんなら痛すぎてもう吸わせることができませんっていうことやったら、1回おっぱい飛ばして搾乳で乗り切る、この刺激を与えてあげるっていうことで赤ちゃんの代わりを吸うっていうのでも全然 OK だからね。もうね、1ヶ月生まれて1ヶ月の間もう走馬灯のように過ぎていくと思います。何にも覚えてないみたいな、気がついたら季節が1個変わってたみたいなこともありますけどもね、もう必死でやってるママたち、完璧求めなくていいからね、力抜いてミルクを足していってもらったらいいんかなっていうふうに思います。自分の感覚、ママの直感、みんなに備わってるからね、自分を信じてみてね。はい、12人産んだ助産師さこの子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。笑顔で子育て、応援したくて作っちゃいました。バブバブストアは概要欄からどうぞ。頑張らんで適当で。